さあブランカ対リュウ、さあ開幕はブガラン、自己波動だけには気をつけたいところ。飛び込みピョッター、サヒトじゃない、やっぱりな。ジャック非常にいい流れだったが、ラウンド2、さあこの非常にいい流れを保てるのか。リバーサル、今のはうまい。いくらねウルツーリバーサルが出やすいと言っても、リバーサルを出せるのは相手がうまい証拠、相手がうまい証拠というかタイミングがいいというか。あ、やっちまった。リバーランに真空波動を渡された。さあファイナルラウンド、まとわりつく、まとわりつくけど、最近気づいたけどウルツーって X に比べるとスピードが遅いから、サプライズフォワード、いわゆるステップも見切られやすいんだろうな多分。アニコレとかだと無理だもん。リバラン真空波動は気をつけたい。やっしまった、行ったそばから食らってる。さあブランカ対ブランカ、ルイージさんっていうかな。ジャクジャク、本来はまとわりつきたいところバチカルで切り返される。リバラン、まとわりつく、まとわりつく、うっ、まとわりつかしてもらえない。ピョッタ、今のは中攻撃かな、中攻撃一発で助かった。やっちまった、動いた。さあラウンド2、あいうち、まとわりつきたい、まとわりついて混乱させたい。膝、ジャックパンチ、微妙な距離、これはまとまりジャック攻撃で終わりだろう。よし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 、さあファイナルラウンド、はい、逃げる、溜める、逃げて溜める。イバラン、溜まった、溜まったからどうしたって感じだけど、削って終了。うわっ、チパチ、ためるためるためる、やっちまった。うわっ、ほぼフルヒットした、対空気味に当てられてやられた。結構クロさん久しぶりなんだよな、リスナーでもおなじみの。しかも最終戦、最終戦が洗脳剣とは思わなかった。これはこれは辛いぞ。しかししゃがみ大キックには中足、竜巻か、無理か、辛い、オーラッキー。でもブレンバスターだと置き攻めができない。前の中パンチ投げの方がいい。終わったー、おっ、おっと、今のは羅刹客の音が聞こえたぞ。クロさんは羅刹客で逃げる予定だったな。しかし羅刹客は無敵時間がないんだよな、ほぼ。飛び道具無敵とかあるけど投げ無敵とかはないとか、そんな感じかもしれんな。昇竜拳、うそー、えい、よっしゃ、さすがにそれは好きだらけか。ダブルラリアットで巻き込めると思ったのに、うっさー、痛い。波動拳、
よっしゃ、ジャックスクリュー、もう一丁スクリューで勝利や。そこまでの道のりが険しすぎる。うがー、それ下段なんだよな。初段のローキックがやられた。これはなかなかしびれる名前だな。クラスター 3S って3密するなってことやろ。なかなか飛び打った。リアルタイムの名前だな。あいちょけいめくりー。でもな、アンテナが1しかないからかなりきつい。色もなかなかすごいなこれ。もう抹茶やん、抹茶。いや、あれだな、抹茶じゃないなこれは。あの、飲んだらまずいってやつやな。あれ何だったっけ、抹茶じゃなくて名前が出てこねえや。スクリーム、緑茶でもないし抹茶でもないし、なんか通販とかで売ってるやつ何だったっけ。うわぁ、クライファイナルアトミック、なんかケールとかなんちゃらみたいな、いろんなこう体にいい葉っぱがいっぱい入ってるやつ、あれ何だったっけ。マジでド忘れした。抹茶でも緑茶でもない、大麦若葉とか入ってるやつ、あれ何だったっけな。はい、くー、ダイヤシクラスターには負けるな。うわ、空中投げやばい。うわ、クライスクリュー、クラスターに負けてしまった。負けてはならないのに、結局お茶の名前が出てこなかった。さあ、クラスター 3S3 トンバイソン、黒い黒いけどグローブが赤いからすごいかっこいい色だぞ。事故ってる、アンテナ1だから事故ってる。結構ま、おお、耐久昇竜拳。肌の色はグレーで、なんだ、着衣が黒でグローブが真っ赤っかって、すごいかっこいい色だな。飛びにくいよ、アンテナ1だとバイソンは。ストレート、オッパー、飛びにくいよ波動拳。クラスターに負けるな。名前が、あ、やっぱじゃん、名前がすごいこうリアルタイムやな。クラスター 3S って、よし、勝った、クラスターに勝った、これは嬉しい。あれ、このレオさんって確か洗脳剣かなんかで結構やってる人だったような記憶があるな。しかし洗脳剣で来てない。うわ、アンテナゼロはきつい、飛びにくい。ズツキー、タバチー、ズツキー、投げれなかった。まあ、楽くてきついな、相手も同じなんだけど。うわ、タバチ、あー、クレイジーバファロー出す前に飛ばれていた。まあ今のは出ててもダメだったな、多分めくられてる。おわー、キータモチチュパン、おわータモチ、あー、リバーサル。この状況下でよくリバーサル出せるな。おわー、おわー、おわー、バイソンウィン。さあ、ファイナルラウンド、オアスカシからのズスキー。うわ、うわ、うわ、タモチ、ズスキー、タモチ、あ、ミスター、クレイジーバファロー、ふいふい、オア、オア、オア、今のは見てから反応できた。さあ、クロさんの大本命、多分キャミー。さあ、ベガ対キャミー、
そして黒い、やはり黒さんのキャラ黒かった、黒いというかグレーに近いか、でも影の部分は真っ黒だな。ナイスアクセント、サイドフラッシュ、何キャンセルダブルに失敗、サイドフラッシュ、セクショ、ここはしっかり2プレスナイトメアで反撃できない、マジか、投げまだ分からん、ヘッドプレスを強キックで迎撃された、今のは乗っかれると思ったのにな。セクロッシャー、一応 OK じゃないけど、まあしょうがない、そこ割り込むか、また割り込まれた、今の足はない、うっそチャンス、一撃だけ、しゃがんでたからか、手出せない、スパイクスパイクが怖くて、うわ最高投げできんかった、全然いいところがなかった。結構ね、このアメリカのアルフレドさん、何回も何回も挑まれたね。ただな、アンテナが1しかないから連戦はちょっと無理なんだよな、正直見てから反応できない。セットプレイミス、イエー、なんでジャンプ中キックが間に合わない、よしよしよ、危ない、終わった、全然ダメだ、もうサガットのジャンプが見てから反応できない、セットブレイク、なぜめくり中キックはミスる、スラッシュ、何舐められてるのか、ラウンド稼ぎ、昔のゲーセンみたいや、これはちょっと激怒したよ、セットブレイク、ドルル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 ゲーセンかよ。